前の皆さんこんこにちはリ松本ですえー、今日はね僕が大好きなユニクロ以前働いていたユニクロでの買い物のポイントですね僕が働いていて感じたこととかをまあ、大体4つ4つくらいかな4つくらいのポイントを教えたいと思います参考にしてみてくださいまず1つ目なんですけどまずね皆さんにちょっとお聞きしたいのがユニクロに何を求めてますかってところなんですよ 何を求めてユニクロに行きますか、まあ僕の場合も含め多くの人はまず価格ですよね低価格であることと高品質であることこれがやっぱユニクロの一番の強みじゃないかなって思うんですよね、うん、低価格かつ高品質これを求めて多くの人がおそらくユニクロに行くんだろうと僕は思いますでその上でなんですけど今ね そういったあの低価格高品質を売りにしてきたユニクロの商品の中でもやっぱねあのだんだん年々ねあの商品の構成でえと低価格の高品質の商品だけではやっぱユニクロであっても商売が成り立たないというかそれだけではどうしても売り上げ立てられないんですよ。以前みたいにドベーシックで定番のカジュアルをこう で高品質で低価格で売っていくっていうだけじゃちょっと厳しくて今なんでユニクロの商品もだん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 あのお気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけどね数年前こんなんユ,ユニクロで売ってんのみたいなこれユニクロみたいな商品が年々年々やっぱ増えててトレンドを意識したもっとファッショナブルなファッションを意識した商品 増えてるんでですよでそういった中でですねじゃあユニクロの価値観に基づいた高品質低価格の商品をどうやって見極めるべきかなって簡単な指標で、えー、とどうやって見極めるべきかっていう点がまず一つなんですけどそれは皆さん素材を見た方がいいと思うんです。素材で,す素材で僕が思うには えーと何かの素材100%何かの素材がこうミックスされてない素材だったら、えー、基本的に間違いないかなと思います例えば綿100%の T シャツとか綿 <laughs> 100%計100%あるいはこれ化学繊維でもそうですけどポリエステル100%とかだったら基本的に、えー、と非常に品質が高くしかも、えー、低価格の商品が、えー、買えると選べると思います一つの指標として。 ただ、えーと、例外もあって、例外2つくらいありますね。まず1つがボトムス。えっ、ー、と、スリムフィットとかスキニーフィットの、えー、ボトムス、ジーンズとかになってくると、どうしてもやっぱ、あのー、ストレッチを効かせなきゃいけないんで、ポリウレタンが、まあ1、1%から3%くらい、最低でも入ってるんで、それはまず例外。まあ、入ってるからといって、それはもうしょうがないんで、ユニクロのジーンズも非常に、必須高いです。 あともう一個はインナーですね、えー、例えばヒートテックとかなんですけどヒートテックは機能、えー、あ,あったかくなるっていう機能は何かの素材100%では、えー、実現できないのであれはいくつかの素材のミックスによってあれが実現されてるんでインナーとかはちょっとあのぞくんですけど普通にね、うん、T シャツシャツニットとかは、うん、と素材を見ていただいて。 何かの素材100%だったらまあ外れはないかなと思います例えばなんですけどメンズのオックスフォードシャツねメンズのオックスフォードシャツなんかすごい低価格で高品質でおそらくなんですけどまあラルフ・ローレンとかもっと言うと僕あのねブルックスだっけブルックス・ブラザーズとかのシャツとも引けを取らないくらいの質の高さだと思いますおそらく生地、えー、だけで 触ったりとしてあこれはどっちがどっちかとかって見分けがつかないくらい品質は高くなってますねなのでね話はちょっとずれますけどシャツを買うときにねあのラルフ・ローレンのシャツを買うっていうことはシャツ自体にお金を払ってんじゃなくてあの刺繍にお金を払ってるんですよ皆さん刺繍をなんで刺繍を買うか刺繍にお金を払うのかシャツにお金を払うのかっていう ところですねなんでそれぐらいまあ一つの例ですけどユニクロの商品は品質高いですでまあ2点目が皆さんねあのセールなんですけどユニクロもちょく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 セールってやってますよね、うん、まあ週末のあのチラシ入ってのセールもそうなんですけどでセールなんですけどなんでセールがかかると思いますかでまあ考えていただきたいんですけどまず第一にまあ在庫の消化っていうのが一つあると思うんですよねうん まあ価格安くなったら単純にねふだ、えー、よりも売れますからそれでこう在庫をどんどん消化して、まあ、売り上げにもつなげるっていうのがまず一つそうなんですけどもう一つね、まあ、それに付随してセールがかかる理由っていうのがあってそれが商品の価値が下がってくんですよセールがかかってる商品って普通の商品よりもって思ってくださいうん 普通の商品よりも商品価値も下がってる場合多いんですよ。例えばですよ。例えば、えー、秋冬だったら、冬物ね。冬物の,のニットとかって、もう10月とかにはもう立ち上がってたりするんですね。店頭に並んでたりするんですよ。ちょっとですけど、ニットとか。じゃあ、その10月の時に並んでるニット。例えば、あまあ、なんでもいいですよ。うん。ラムのニットにしましょうか。ラムのニットにしましょう。ラムのニットを10月の立ち上がった時点で。 まあ、例えば、えー、1990円でしたと、うん、それがどん、えー、どん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 時間を経っても売れなくって、えー、1月の段階で、えー、990円になってましたと同じラムのニットでも1990円のものが990円になってるこれはただ単に在庫が余ってるから安くして売り切りたいこれもあるんですけど商品価値も下がってるんですよねなぜかっていうとじゃ10月に立ち上がって1月のまでの間 そのニットを新品とはいえ何人の人が手に触って取ってあるいは試着したりでぐちゃぐちゃに戻したりそれを何回ねスタッフがこう畳み直して入れて畳み直して畳み直してってやってるかっていうことなんですよつまり新品の状態なのにもかかわらずある程度ちょっとダメージが来てるんですねなんで価格が下がってるってこともあるんですよなのでえっと皆さん買う時はね よくセールの商品とか特に商品見た方がいいと思います。新品であってもニットの場合だったら毛玉ができてたりとかあるいはどっかほつれてたりとかっていうことざらにありますんでよくセール品の時はあのうわ安くなったよしもういいですけど、まあ、その前にね商品をちょっとよく見た方がいいかなっていうふうには思います。これが2つ目。 で3つ目が、えー、と皆さん、ね、あの在庫を見るときなんですけど、例えばね、お店に行って、あこの服いいな、この色いいな、あでも M サイズがないってなったときに、皆さんどうしますか多分、おそらくの人ね、そこで諦めちゃってると思うんですよね。あ,あ M サイズないんだ。じゃあいいや、みたいな。しょうがないかって。なんですけど、 あの品出しとかが追いついてなくて店頭には出てないけど倉庫の方にはあるとかいうことザラにあるんですねうんなので皆さんねもしこの商品のこのサイズ欲しいってなったら、えっと、店員さんに聞いた方がいいと思いますよこの商品のこここのサイズありますかってでもっと言うとそのお店にはなくても近くのね他の店舗にあるとかっていうこともザラにあるんですよちょっと歩いたそこの店舗に あ,ありますすっていうことも今すぐ分かるん、ね、なのであのその店頭になかったらもうないんだっていうことではないので必ずしもなのでねあの聞いてみるっていうのがいいかなっていうふうに思いますねで最後4点目なんですけど皆さんねあのユニクロに行く時の時間例えばじゃあ,あ例えばチラシ入ったおユニクロチラシ入ってんじゃんじゃあ今日ユニクロ行こう っっっっててなたた時にいいつ行くかっていうのもね実はポイントだったりすするんですよ何時に行くか。あのね結論から言うと、えー、オープン後すぐくらいに行くのが一番いいと思いますね。うん。少なくとも午前中には行った方がいいかなって。大体10時から11時の間オープンなんでその時間くらいには行くといいと思います。じゃあなぜかっていうとえっ、ー、とオープンの時って。 基本的にお店が一番いい状態なんですよ。オープンの時がオープンの状態が一番いい時そっから時間が経つにつれ、えー、とどん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 状態っていうのは悪くなっていくるんですよなぜかっていうとえー、物が売れて在庫がなくなってきたりあるいは、えー、とー非常にあ,あるいはあのー、お客さんが手に取ってねあのぐちゃぐちゃになったりとかっていうことがだんだん時間を減ることに、えー、減るごとに それがが状態が悪くなって,いってしまうんでオープンの時オープンの時の状態がマックスだと思ってください。これが一番いいんです。在庫が揃ってるとかに関しても、商品のぞ状態からもしても。なので、えーと、ユニクロに行くってなったら、えーと、早めに行った方がいいかなっていうふうに思います。働いててそう思いました。そんなとこかな。えー、まず素材っていうとところと えー、セールがかかる理由それから、えー、と在庫の調べ方確保の仕方とえっ、ー、と行く時間ですねこの4点くらいこの4点ぐらいを注意するとだいぶねユニクロでもあのね普段より普段よりも快適にお買い物できるんじゃないかなっていうふうに思います。 なんで僕もね、あのー、ユニクロは辞めましたけど、ユニクロは今も好きなんで、大好きですね。ユニクロは本当にす,すごいいい服屋さんだと思うんで。なんで、紹介させていただきました。まあ、今回はまあ4点、ね、お買い物するときの注意点という形で紹介しました。ぜひ参考にしてみてください。では、また。